今日は結局私はなんと今年のバレンタインは何も作りませんでした。そうです、何も作んなかったんだけど、でも一応お兄ちゃんとパパはなんかあげないとと思ってチョコを買ってきてあげましたけど、でも明日なんか作ろうかな。自分が食べたいのでなんか作ろうかなと思います。そして今日は何歳のチーズグリーが欲しい。私の手作りはないですね。あ、みんなオルガン坂見てくれましたか？オルガン坂のなんか告白動画みたいなのあったんですけど、見てくれましたか？めっちゃ可愛かった、本当に。そう、あれはそうなんですよ。なんかね、6人中5位で、本当に下から2番目っていう最悪な順位だったんですけど、ちょっとダメだったかな。いやでもね、見たの、私も配信見たんだけど、他の子がすごいなんかやっぱ可愛かった、ストレートだったし、他の子が可愛くて、ちょっとね、あれはしょうがない、あれはしょうがない、みんなやっぱ分かってるな、みんな。そう、なんか私もともとなんか全然思い浮かばなくて、どうしようどうしようと思って、で、あ、え、かわいい、これもありがとう、かわいい、こんなのあるんだね、ギフトで、ありがとうね。だから、あ、そうそう、それでなんか何も思い浮かばないなって思って、で、そういうのが上手そうなかよよん先輩、かよよん先輩に相談してみたの。なんかさ、そういうシチュエーションとか得意そうじゃん。だから、あ、ちょっとかよよんさんに相談してみようと思って聞いたら、なんか幼馴染とかいいんじゃないみたいな感じでちょっとアドバイスをくれて、で、あ、確かにって思って、そういうシチュエーションにしてみました。そうで、なんかビターチョコっていうのも、高級ビターチョコっていうのもかよんさんが教えてくださって、いやでも他のみんながね、みんなのやつがめっちゃ可愛かったから、確かにあれはね、納得ですね。いや確かに5位だわと思ってみんなのを見てた。高級チョコ、いや、なんか本ちょっと背伸びをしてみたよみたいな感じでね、やりたかったんだけど、ちょっと違ったみたいです。難しいですね、そういうシチュエーションって。私は苦手です。ってことで、今からデザートを食べたいと思います。今日はこちらロールケーキです。美味しそう、これを食べたいと思います。
美味しい。チョコ味にチョコのクリームが入っていて、チョコ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 。みんなチョコくれてる、ありがとう。チョコくれて、逆チョコだ今ね。でも口の中に口内炎がめっちゃできてて痛い、痛いです。着てるニットって朱色オレンジ色、オレンジかな、朱色に近いオレンジかも、どちらかといえば。お洋服もチョコ色、え、そう？オレンジ、なんか確かにバレンタインっぽいね。ちょうどよかった。ビタミン不足。なんですかね。痛いです。ネイルもバレンタイン、そう、なんかね、この前また塗り直したの。この前ちょっとハゲてきちゃってたから、あ、またハゲてる。でもそしたらね、ニットの色と全く同じ色だった、今日気づいたんだけど。うん、そうだ、皆さん舞台の舞台がね、やることになりましたので、5月とかでしたっけね。まだ全然わかんないです、何をするのか。でもとっても楽しみです。私舞台結構ね、ちょっと超得意ってわけじゃないんですけど、まあ、楽しくて結果的にはめっちゃ楽しいんだけど、超得意っていうわけじゃなくて、だから不安だったんです、不安なんですけど、もう8のメンバーがいるのでって感じで、本当にメンバーがいてくれて嬉しいです。レギュラーメンバーなので毎日いますね、嬉しい。でもちょっと不安、不安でいっぱいです。全日申し込みました、だって嬉しい。楽しみだけどドキドキが大きいかも。まだ稽古とかも何もしてないので分かんないんですけど、大体でも初日明けたらもう超楽しいから、舞台それまではめっちゃ大変なんだけど、頑張ります。申し込み始まってるんだね。ぜひお待ちしてます。土日は出演以外のメンバーも出演するの？土日は出演以外のメンバーも出演するの？どういうことだ？わかんないです。ちょっと私もまだ詳細全然わかりません。
なんか公式ブログ的なやつに多分いろいろ書いてると思うのでぜひ見てください。でも天王洲劇場だよね。天王洲はこの前マジムリをやってたので1年前に、それの同じとこなので楽しみ、頑張りますね。どんな役、うん確かにどんな役なんだろう。でもキスキスキス私見たことないんですけど、実はなんか短編の話が多かった感じ、噂によると。え待って、メンチ合戦またあるの？ちょっと待って、メンチ合戦またあるの？それ知らなかった。投げキッス、投げキッスするの？メンチじゃなくて投げキッスとか。そうなんだ、わーお。なんか前はメンチ合戦みたいなちょっと睨み合う感じだったけど、今回は投げキッス、あでもいいんじゃない、メンバーに投げキッスしてもらえるってこと。いろいろあるんだ。どんな感じでしょうか。あとは何、なんかあります？みんなに聞くスタイル。どんな感じになるのかね。話し会のワンショットを人生初めてだったので、よろしく。今日の二重幅はいつもと違う。怖っ。二重幅まで見てくれてるんですね。怖じゃないですね。ありがとうございます。間違えました。でも私はなんか二重幅毎日違う、本当に。しかも左右非対称なんで、ちょっと目とか前の日にめっちゃこすったら超二重になったりとか、なんか泣いたら二重になってるとか、めっちゃくっきり超あります。むくんでる日は一重とか。キャンキャン、あそうキャンキャンもね出演します。楽しみ。
ナスは目が離れたり近づいたりする。え、怖すぎない？そんな才能ないです。泣いちゃうの可愛い。怖は泣いた怖怖はでもいい意味です。そこまで怖いくらい見てくれてるということなので褒め言葉です。ありがとうございます。ということで、もう夜で私もそろそろお風呂に入って寝たいと思うのでランキングを読みます。ちょっと早いですか。13位はプロージュさん、ありがとうございます。12位は手綱の接触し、7位おすすめ告白の場所はどこ、ドマークの7位おすすめ告白の場所、夜景とかですかね。夜景どうぞ言ってください、ありがとうございます。11位はアジニャンさん、ありがとうございます。10位はタッチアントマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。9位はマグリドアントマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。8位、あ、待って8位読めない、誰か読める。8位、変わった。13位はアマグリドさん、ありがとうございます。12位はテツさん、ありがとうございます。11位はトシアントマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。10位誰か読んでください。9位はワイキアトマークユーナナセオシ、はじめまして、日曜を初お話し会よろしくさん、ありがとうございます。8位は YSA73 さん、ありがとうございます。7位はイッサートマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。6位はユウさん、ありがとうございます。5位はトワタンお話し会楽しみアトマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。4位はケナイハッピーバレンタインアトマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。3位はクニアトマーク7セラハッペが好き7レンジャーさん、ありがとうございます。2位は KITT さん、ありがとうございます。1位は鍋公式舞台申し込んでよアトマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。なこちゃんって書いてあるんだって。なこちゃんさん、ありがとう。ごめんね、読めなかった。なこちゃん、なこちゃんありがとう。あ、そしてなべさん、タワーありがとうございます。なべさんありがとう、ハッピーバレンタイン。じゃあ皆さんゆっくり休んでください。明日からお仕事、あ、今日からか、今日月曜日だ。頑張ってください。バイバーイ。おやすみー。